店見つけたんでやってきました。ちょい飲みセットっていうのがありまして、でドリンクメニューですね、ホルモン焼き500円とかあるんで、ちょっと今日行ってきます。すみません、あのちょい飲みセットいけますかね。ドリンクってのはもうここにあるやつですか。角ハイボールで、はい、お願いします。あ、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。焼き好きとかはどんな感じなんですかね。なんかすごい気になるんですけど。もうその、あ、じゃあそれを一つ。どうしようかな。焼きしゃぶにしときます。はい、お願いします。あ、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、なんか気軽にね食べれるっていうか、まあ、場所がちょっとあれなんですけども、まあ、フラッとね散歩がてらになんか一品頼んだりとか、ちょい飲みセットがなんか600円でちょっとびっくりしましたけど、もうあれでね十分だったりする場合もあるんですけど、せっかくなのでねいい肉を食べようと、ちょっと1000円のねものを買いましたけど、本当に美味しかったです。ぜひお近くの方、もし来た方見てみてください。美味しかったです。できました。今日はここに行こうかなと思います。おっと、行ってなんかまあね、いろいろねメニューがあります。豚ネギとか豚玉って言います。
あ、すいません。はい、すいません、ありがとうございます。この辺の近くに住んであるんや。いや、ちょっと観光で岡山から来たんですよ。岡山県から来たんですよ。ぬくめとくから。あ、わかりました、はい、じゃあ。ありがとうございます。そういう感じなんですね。あ、こちらで焼くんですか。そう。あ、映、はい、したらダメですか。あ、いいですか。いいですか。ちょっと早いでも、油が飛ぶとね、今からちょっと、もう10センチ。あ、わかりました。なんか油飛ぶとね、もう、かわいそうね。なるほど、なるほど。俺は、あ、ありがとうございます。赤いのはね、あかんねえ。だから関西でよくあの生姜の天ぷらっていうのが合うんやけども、ありますね、聞いたことあるかなんか知らんで、はい、関東で絶対食えへん。あ、そうなんですね。僕らはもう岡山なんですけど、岡山なんとか行く、はい、全然行けますね。僕何年、もう10年くらってる店やったら、なんかここの白い店があるから、白い方が置いてあるはずやで、なんかちょうだいとか、なんか作れるはずや。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。